な、ん、なんだ、こんな夜遅くに誰だ。郵便かな。うん、取ってくるよ。うんうんうん。おお、うん、ありがとう。うん。ん？おお！え？え？レイチ君、起きて。レイチ君、起きて。ん？え？ここ、あれ？どこここ？え？待って。あ、思い出したけれども、僕たち、あのお化けに拉致されたんだった。そうなんだよ、ここにいたら僕たちも、は、骸骨になっちゃうよ。こう、骨だけになっちゃう。骸骨だ。早くここから脱獄しないと。でもお化けがいるから脱獄できるのか、これ。あれ？お化けがどっか行ったぞ。ちょっと待って、今のうちだ。今のうちに脱獄したいけれども、ただ、鍵がかかってて、外に出れないぞ。早く脱獄しないといけないのに。ん？ちょっと待って、マキ、待って、待って。ん？ここにね、うん。見て、ここ穴開いてる。え？ということは、ちょっと待って。こんな感じでさ、這いつくばっていけば、ここの穴通れるかもしれないぞ。え？よし、ということでね、この穴通っていきたいと思います。よし。通れるかな？おぉ、出れた。ここ出れたぞ、出れたぞ。うん、出れた、出れた。僕もこっから出して。僕も出して。はぁ、鍵か。は、出して。あ、待って待って、そこに鍵あんじゃん。え？けど、化けに見つからないように、化けいないよね。よしよし、今のうちだ。この鍵を。よし。鍵、鍵があった、鍵があった。これで鍵が開くぞ。うん、出して出して。よし。よし、鍵が開いたぞ。よし。はっ、鍵。出て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 。はっ。ありがとう。よかった。出れた。うん。よかった。お化けにバレる前に逃げよう。待て、バケ、早く早く、待て。なんか後ろからお化け来た。待て。何？痛い。けど。びっくりした。よかった。これで一安心だね。どんなことかと思ったよ。お化けにバレた。まあ、ただそうだね。もう鍵かけたし大丈夫かな。うん。うん。うん。あ、待って、これ地上に出れそうじゃない？おほ、おほ、早く。おお、あ、待って、僕たちの家だ、マキ。早く、家の中に行くぞ。え、いい子も鬼が。お、あ、早く。よし。あ、危なかった。おお。とりあえず、ちょっとマキ、2階に逃げよう。逃げよう。よし。とりあえず。おお、お化けだ。え？お、お化け。え？嘘。ずっとピンポン押してるんだけど。ずっとピンポン押してくるよ。マキ、まだ僕たちのことを狙ってるんだ。とりあえず、絶対にドアの開けちゃダメだ。マキ、今夜でしょ？うん。朝まで太陽、マイキー。朝まで太陽。あ、しつこいな、このお化け。おい、しつこい。朝だ。太陽が昇ってきたぞ。あ？ん？うわ。え？え？ん？え？あれ？去ってくよ。諦めたのかな？お、どうしたんだ？ん？ん？お、え？おお、去ってった。おお、洞窟の中に帰ってったな。僕たちのこと諦めたんじゃない？はあ、よかった。お化け諦めたんだね。いや、安心するのはまだ早いぞ。え？
いや、今晩もさ、また僕たちのことをね、お化けが襲撃するかもしれない。え、そんなのやだよ。夜に備えてさ、お化け対策セキュリティをね、設置しよう。うん、しよう。まずなんだけれどもさ、マキ。うん。ここの洞窟。うん。お化けはね、この洞窟の奥にね、住み着いてます。うん。うんうんうん。どうするの？洞窟のね、入り口をね、うん。この、赤外線レーザーで。わあ。こんな感じで、そもそも封鎖しちゃえばいいんじゃないのかな。おほう、うん。ナイスアイディア。この洞窟出るの、かなり難しいんじゃない？うんうんうん。うん、レーザーがあるからね、そう簡単には出れないな。よし。うんうんうん。うん、で、まあ、次なんだけれどもね。うん。とはいえね、お化けがね、この洞窟のからね、出てしまう可能性があります。その時のために、うんうん。このね、ディスペンサーをね、使ったね、トラップを作りまーす。何を作るんだ？ここら辺に作ろうかな。ここら辺にこうやって、ディスペンサーの中にこのファイヤーチャージっていうアイテムをね、こういう感じでね、大量に仕込んでいきます。うんうんうん。はい。で、ファイヤーチャージ入りのディスペンサーをこうやって、はい。いっぱい並べまーす。はい。こんな感じに。こんな感じ？しようかな。こんな感じでいいや。で、こうやって、うんうん、こうやって、おお、で、さらにその上にこうやって間圧板をこうやって敷いていきまーす。はいはいはい。うん、もうちょっとここに設置するか。よし。よしよしよし。おお。よし、そしたらこの上にね、間圧板をね、敷きます。おお、すごい。そう。で、このね、トラップのすごいところはね。うんうんうん。このね、上をね、踏むと下からね、ファイヤーチャージがね、こんな感じでね、出てきます。こんな、燃えちゃうね。うん、燃えたらひたたまりもないね。そう、おー、すごい。そうなんです、燃えてしまいます、お化けが。すごい。うん、すごいでしょ。そしてね、マキ、燃えたらね、お化けは何をすると思う？あー、燃えたら水に飛び込むんじゃない？お、あー、当たりです。僕の予想だと多分ね、ここで洞窟を突破して、うんうんうん、で、このね、ファイヤーチャージでね、燃えてしまいます、お化けが。そしたらね、うんうんうん、消火するためにね、この池にね、こうやってパシャンって飛び込むと思います、僕は。確かに。うん。なんかセキュリティないかな。なので、このね、池にね、セキュリティを設置します。お？そのセキュリティとは、これです。じゃん。見て。あ、サメ。サメだ。サメをね、たくさんこんなね、池の中にね、召喚しておこう。うわぁ。うん。そういうことか。うほほほ。サメにお化けを攻撃してもらうってことだね。そう。すごいセキュリティだ。ちょっとこの池かなり危険だぞ。マキ、落ちないように気をつけよう。うん、絶対落ちない。危険だ危険だ。食べられちゃうぞ、こんな池に飛び込んだら。よし。まあ、サメでもね、お化けを退治しきれなかった時のために、うん、まだまだセキュリティを設置していくぞ。何を設置するんだ？このね、僕たちの家のね、入り口にね、次のセキュリティを設置します。あのお化けなんだけれども、ドアのね、チャイムを鳴らすのがね、多分好きなんだよね。ずっとチャイム鳴らしてたし。だから、ね、このチャイム。このね、チャイムをね、トラップにね、置き換えたいと思います。どうやって？まあ、まずね、このチャイムを外します。うんうんうん。そして、じゃん。このね、ディスペンサーを使います。はい。今度はね、ディスペンサーの中にこうやって弓矢を入れまーす。はい。そして、このディスペンサーにね、このボタンをつけます。そうすると見て、これ。どうなった？このボタンさ、チャイムに見えるよね。チャイムに見える。ただし、うん。チャイムだと思ってね、このボタンを押すとね。うん？離れた方がいいよ、マキ。あ、離れる。行くよ。こっち。おう。見て。弓矢が出るんだ。そう。おう。チャイムだと思って、このね、ボタンをポチッと押すね。目の前から弓矢が飛んできます。プションってね。すごい、うん、絶対あのお化け、チャイム押してくるから、引くからね。そう。すごいすごい。そうしたらね、結構ね、もう、セキュリティは揃ってきたんだけれども。うん。ね、万が一家にね、侵入された時のためにね。うんうんうん。この家にね、自爆装置を作ります。まあ、最悪ね、自爆させてお化けをね、道連れにします。自爆装置を作るの？そう。おぉ。そうです。ということで、家をね、改造するぞ。うん。まず TNT をね、こんな感じで用意しまーす。はーい。こんな感じで床下にね、とにかくね、たくさんね、もうね、TNT を仕掛けていきたいと僕は思います。こんな感じでと。うん。なるほどなるほど。もうね、いざとなったら家ごと爆破して道連れ作戦だ。すごい自爆装置だ。おお。よしよしよし、TNT を設置していきまーす。おぉ。よし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 、TNT を敷き詰めるぞ。よしよしよし。TNT
TNT を敷き詰めて、敷き詰めて、床下に敷き詰めて、わーすごいことになってきた。そしてちゃんと普通の床をね、うんうん、TNT の上に設置します。これで TNT が埋まってるということで隠します、脇から。はーい、よし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 、いいぞいいぞ、すごいすごいすごい、うん、おー、よーし、埋まった、できました、できました。そうしたら、そうしたらマッキー、起爆スイッチを作らないと、作らないと、起爆スイッチをここに設置しよう。ここに、こうやって。おー。うん。導火線をね、敷いていきます。はいはいはい。おー。そうそう。導火線を敷いて。こんな感じで導火線を敷いていきまーす。はーい。うん。じゃあ、ここら辺に、レバーを、設置。ちょっと、これをね、引くとね、家がね、爆発しちゃうからね、気をつけてください。はい、気をつけます。そうしたら、マッキー、僕たちのね、脱出路を作らないと、僕たちね、自爆するときさ、多分2階にいると思うから、うん。2階からね、1階にね、簡単に降りれるようにね、ここら辺に、はい。隠し扉をね、設置します。隠し脱出装置です。よし。ここに？うん。ああ、すごいすごい。うん。隠し扉だ。ボタンもつけよう。うん。このボタンを押すことによって、隠し扉が開きます。もしね、万が一ね、お化けがね、家の中に侵入してきたら、僕たちはね、ここのボタンを押して、ここ、飛び降りてね、逃げます。外に。すごいすごい。よし、そして、ここの起爆スイッチのね、自爆装置の起爆スイッチのところまで、ダッシュして、このね、自爆装置をね、起動させます。そうすると、家にいるね、お化けはコッパみじんになるはずです。いいやんだ。これでお化け対策完璧だ。うん。ってことで、マキ、夜になるのね、待とう。まあ、あのお化けはね、今日もね、襲ってくるはずです。待ちましょう。マキ、夜だ。気をつけて。来るか、お化け。ん？え？来た。待って、来た。お、お化けだ。お、お化け。ん？あれ？ただ、赤外線レーザーで外に出るべきなのかどうなのか戸惑ってない。あ、大丈夫なんじゃない？おお、え、お、突破された。突破された。はぁ、あ。そんな、ただちょっと、あ、でも痛がってるぞ。ああ、お、次のトラップは？お、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 引っかかってる、引っかかってる。引っかかってるぞ。燃えてる、燃えてる、燃えてる。水に飛び込むのか？お、飛び込んだ。飛び込んだぞ。おお、サメに襲われてる。サメに襲われてるぞ。襲われてる、襲われてる。おお、よしよしよし。お、倒せるんじゃない？このままサメで。いけるのか？いけるのか？襲われてる、襲われてる。痛そう、痛そう。結構襲われてる。いいんじゃない？ああ、でも逃げちゃった。お化け倒すことできなかったね。おお。あ、待った待った待った。家の前まで来ちゃった。まずい。家の前まで怒られてしまった。チャイム押すかな？あ、ただあのチャイム押すのか？どうだどうだ？おお。ほほほ、おお、また引っかかったぞ。罠で引っかかった。あと、なんか、お化け何が起きてるのか分かってないぞ、これ多分。戸惑ってる？あ？うん。わっ！おお、これはね、何が起きてるのか気づいてないぞ、これ。ほんとに。あ、おお、おお、いつまでも気づかないぞ。ただ。ん？ん？あれ？おお、もっと気づかれた。気づかれた。これトラップってこと気づかれたぞ。ドアのチャイムじゃないってことバレてしまったぞ。お化けが。そうそう、なんか怒ってないお化け。ただ怒ってる。家の中に入ってこれないんじゃない？これ。うん。うん。ん？怒ってるね。怒ってる怒ってる怒ってるぞお化け。どうするつもりだ？うん。ん？ん？お。あれ？え？何やってるの？TNT じゃない。え？待って、やばいぞ。待って、 TNT でドアごと破壊するつもりだ。まずいんじゃないこれ。え？もう、え？おお、え？え？待って待った。侵入された。侵入されたぞ。侵入された。まずい。侵入された。とりあえずマキ？まずい。家の中に侵入されたぞ。ちょっと待って。ちょっと脱出して。逃げないと。起爆スイッチ。脱出して起爆スイッチを作動させよう。マキ、早く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 。オッケー。まずいまずい。早く早く。行くぞ行くぞ。行こう行こう。起爆スイッチ、起爆スイッチ。よし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 。はあ、見て。うん。お化け、お化けが僕たちのこと探してるぞ。探してる。脱出しなかったらまずいことになってた。うん。危なかった。よし。ってことで、自爆スイッチをね、起爆させましょう。
3、2、1。うん、どうするかな。こっち家ごとで、ね、お化けを道連れにするぞ。探してる探してる。おお。どうだった？やった、お化けは退治した。やったー、すごいすごい、やったぞ、やったー。動画がいいねと思った方はチャンネル登録高評価、ツイッターのフォローとインスタグラムのフォローと TikTok 登録よろしくお願いいたします。よろしくよろしくね。